こんにちは、林博之でございます。本日のお題は ACL です。ガイドライン2010も出て、蘇生法が結構簡単になってきました。今回はさらにその上を行く蘇生法も合わせて勉強してみましょう。患者さんの容態が悪くなったようなのでお願いします。どうされました？いやもうしんどくてしんどくて。顔色悪いですね。急ぎましょう。看護師さん、酸素ルート確保モニターお願いします。はい。先生、痙攣です。ペルシン用意してください。はい。誰か応援もお願いします。はい。誰かお願いします。痙攣止まりましたね。意識障害だけど息はしてるみたいです。どうしました？どうしました？うわ、めっちゃ顔色悪いですね。さっき痙攣起こして今からセルシン打つところです。ちょっと待って、これ視線呼吸だしすぐ心肺蘇生始めないといけないよ。え、息してるじゃないですか。これは視線呼吸って言ってまともな呼吸じゃないし心肺停止状態ってことだよ。すぐに心肺蘇生始めないと。視線呼吸は心マッサージってガイドライン2010でもそう言ってるよ。じゃあ CPR なら任せてください。気道確保、見て、聞いて、感じて、1、2、3。そんなもんいらないです。ガイドラインからなくなったんです。もうすぐ心マ始めるよ。え、ABC じゃないんですか？もう CAB です。コンプレッションが最初。医療関係者はその後 AB の評価をしないといけないけど、素人は省略してもいいんですよ。先生、セルシンできました。ちょっと待って、脳虚血で痙攣になってるだけでそんなの打ったらとどめ刺すことになるよ。じゃあバックマスクください。はい。あ、先生、モニター乗りました。ゲゲ、VF ですね。看護師さん、AED ください。はい、今持ってきます。本当だ、脈も触れないし早く除細動しないと。東先生、心マッサージ少し早すぎませんか？確か1分間に100回のスピードのはずですが。いやいや、心マッサージは1分間100回以上になったんだ。120回ぐらいちょうどいいと思うよ。どうせ疲れて遅くなってしまうからしっかり押さないとね。胸壁の厚さの3分の1が沈めばいいんだ。それにしっかり緩めて休まない。心マッサージの質が大事なんだ。へえ、僕も1分間に100回って少し遅いように感じてたんです。 AED 持ってきました。あと装着します。はい。心電図を解析中です。体に触れないでください。ショックが必要です。やっぱりショック必要なんですね。ガイドラインでは充電中も心臓マッサージするように書いてあるよ。ほー、じゃあ僕やりますわ。ショックを実行します。オレンジボタン。じゃあ除細動します。えい。あ、もう君は戦力外通告。ガイドライン2010はお作法が省かれてより簡単になりました。でも視線器呼吸は心マッサージの適用ですから、夢お忘れなく。それでは今からステップビヨンド ACLS2010 ガイドライン2010をちょっと踏襲してそれもちょっと上に行く話をちょっとします。確かステップビューのレジェンドっていい本もありましたね。ダンドクターズ ABCD エイアウェイフロムザペーシェント。うおー、この感じ無理やって、おい無理やんかみたいな。ビハインドアス看護師さんって、優秀な看護師さんの後ろちょっと隠れて、何があるんですかね、ちょっと医者呼びましょう先生って、コーラのドクターダッシュ、ちょっとトイレ行ってきます。でエスケープフロムヤール、この ABC 得意な人、いいね、こう素直でいいね君たち、本当やんけみたいな感じね。これACLS とかね ICLS とか、ああいうシミュレーションしてる時に1年目の研修の先生が